ターヤ・トゥルネンは、フィンランド、規定出身のソプラノ歌手。しばしばオペラ歌手とみなされるが、本人によると、むしろリート歌手である。カナ表記についてはドイツを経由して、日本で知られたためか、ドイツ語に近い、ターヤと表記される。日本でのメーカー表記による、アーティスト名は、ターヤのみとなっている。シンフォニックメタルバンドのナイトウィッシュのボーカリストを、 勤めていたが2005年に退団。その後はドラマやコマーシャル等のテレビ番組へ出演するなど活躍の幅を広げながらアルバム制作やツアーなどの活動を行っている。2007年にはニュークリアブラスト設立20周年を記念して結成されたプロジェクトニュークリアブラストオールスターズに参加した。幼少期はソウルをはじめとするポピュラー音楽を愛好し教師から 君は、第二のホイットニー・ヒューストンになれるなどと言われたものの、その後、クラシック音楽へと転校する。18歳の時に、シベリウス音楽院に入学。在学中の1995年に、ロミオとジュリエットのアルバムに参加。1997年にサボンディンナ・オペラ、フェスティバルに合唱で参加。同年に、トーマス・ホロパイネンに誘われて、ナイト・ウィッシュを結成。 翌1998年にエンジェルズ・ホール・ファーストでレコードデビュー。ベルギー・ハッセルと公園・ライト・ウィッシュが国内でヒットしたことで知名度が上がり、フィンランドのバンドであるワルタリのプロデュースでフィンランド国立オペラにて上演されたモダン・バレエ、エヴァン・キー・リーミにソリストとして参加した。バンドが活動を休止した2001年、カールス・ルーエ音楽大学に入学。在学中も アルゼンチンのベーシストでアルベト・バスケスのアルバム、インフィニティに参加。さらに、ノーチェイス・キャンディネバと題して、クラシックのコンサートツアーを行うなど、音楽活動の幅を広げていく。2003年には、フィンランドの独立記念日にたるや、ハロネン大統領主催でも要されたパーティーに招かれて、夫と共に出席。このパーティーは、国内最大級の社会的行事であり、 テレビ局らの視聴者からベストドレッサーに選出されるなど各メディアを飾ることとなった。アルバムワンスに伴う1年半に及ぶツアーに先駆けノーチェイスキャンディネバ2として再びツアーを行う。これは2002年のノーチェイスキャンディネバが好評だったのを受けて行われたもの。ツアーの模様は2005年に CD 化された。2004年末に初のソロシングル ユーダン・インケリン・アネルマを発売し、母国フィンランドで、プラチナディスクの売り上げになる。2005年、ドイツのカシマーチン・コシジアとデュエットした、リービング・ユーフォー名を発表。3月には、ナイトウィッシュとして初来日ツアーを行った。同年10月、ナイトウィッシュから解雇される。公式ホームページで公開されている、他のメンバーからトゥルネンに当てた書簡によれば、バンド活動における姿勢や、 傲慢さ、熱意の無駄が許容できなくなり、他のメンバーとの心の溝が広がりすぎてしまったためであるとされている。トゥルネンはこれに対し自分が手紙の中で語られているような人間ではないと反論し、この問題の原因であるかのように夫を引き合いに出すのは間違っているとした。アルゼンチンブエノスアイレス公演ソロ活動に宣伝することになったトゥルネンはクリスマスに フィンランド、ドイツ、スペイン、ルーマニアを回る初めてのソロツアーを行う。翌2006年、サボンディンナ・オペラフェスティバルにソリストとして参加し、テノールカ・シュライモ・シルキアとクオピオ公共楽団と共演した。11月8日にクリスマスアルバム、ヘンケイズ・アイクリア・ダスタ、10月25日に先行シングル、ユーッド・ハブ・ラブドを発売。アルバムはゴールドディスクになった。 2007年11月、ソロ活動の本格的な第一歩となるアルバム、マイ・ウィンター・ストームを発表。母国フィンランドでは、リリース当日にゴールドディスクに認定される売り上げになった。その後チャートで1位になり、プラチナディスクに認定されている。それに伴って行われたツアーでは、キコルー・レーロや、マイク・テラーナ、兄のティモ・トゥルネンも参加し、世界各国で、 好評のうちに行われている。ドイツバッケン公演バックステージドイツバッケン公演ソロ活動の成功に対して、フィンランドのエマ賞では最優秀フィンランド人女性アーティスト賞にノミネートされる。ドイツのエコー賞では2007年度に最も成功した新人部門で受賞して、ジェームス・ブラントやケイティ・メルア、アブリル・ラビーン、アリシア・キーズ、アナスタシアナと肩を並べた。 フィンランド独立50周年を記念して2007年12月6日に行われた祝賀コンサートではトゥーマス・ハンにカ年式するタピオラ・シンフォニエッタと共演しジャンシベリウスをはじめとするクラシック歌曲を歌った2016年6月ソロとしては初の来日公演を開催トゥルネンの声は批評家によって非常に強力で感情的であると評価されている 時には彼女の声はあまりにも訓練されている、またはメタルミュージックのためのオペラと言われているが、クラシック性を好まない、批評家でさえ彼女の声はとてもメタルソングに合っていて、うまく歌いこなしていると認めている。彼らのコラボレーションが終わるまで、トゥルネンはナイトウィッシュのトレードマークだった。彼女はナイトウィッシュの顔と声として認知されていたが、トーマス・ホロパイネンは、 バンドの魂であった。トゥルネンはナイトウィッシュの成功の鍵とみなされていた。彼女はメタルジャンルの他のミュージシャンから尊敬を集め、仕事に影響を与えた。例えば、エピカのシモーネ・シモンズはクラシック音楽を勉強し、そのボーカルスタイルをメタルバンドに適用するにあたり、彼女からインスピレーションを受けた。トゥルネンはヨーロッパ、特に活動拠点のフィンランドで、 メディアの注目を集めている。2003年12月、フィンランドの独立記念日を祝うたるや、ハロネン大統領主催のパーティーに、フィンランドの有名人と共に招かれた。このイベントは、国有放送局フィンランド国営放送によって、毎年放送されている。2007年12月、フィンランド独立90周年を記念して、タピオラシンホニエッタと一緒に、フィンランド国家、 我らの地を様々なバージョンで演奏した。コンサートはフィンランド国へ放送で放送され、フィンランドで200万人が視聴した。2013年12月、サウリニーニスト大統領も参加したトゥルク大聖堂のクリスマスイベントにソリストとして招かれた。このコンサートはクリスマスイブにラティー B1 で放送された。彼女はソロ歌手として フィンランドで10万枚以上のレコードを売り上げており、フィンランドで最も売れた女性ソロ歌手トップ50に入っている。ヨーロッパでは彼女の人気は主にハードロックとメタルシーンに限られている。2007年11月30日、レジーナ・ハルミヒヒの最後の試合に招待された時により後半に露出した。彼女のアイウーク・アローンのパフォーマンスはドイツの放送局、 ZDF によって放送され、880万人が視聴した。2015年春、ザ・ボイスのフィンランド版、第4シーズンのスターコーチの一人になった。2015年版が成功を収めると、トゥルネンは2016年版のスターコーチの一人に選ばれた。2016年のグループショットアリッサ・ホワイトグラズと、共演抜拳公演スタジオアルバムライブ、アルバム EP、 シングルスタジオアルバムミニアルバムコンピレーションアルバムシングル映像作品ありがとうございます